い、ドリコーズ VS アヒル組の試合始めますよ。チームともにね、よろしくお願いします。はい、では30秒で速開始します。はい、では30秒で終了です。さあ、両チームともにエントリーは完了しますね。それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。さあ、レッドサイド、伊藤津バーサスブルーサイド、アヒル組の試合、それでは行きます。波動ファイト。さあ、まずは1枚深夜の展開始まりました。伊藤津、今先に連携して出てくるからブルーサイド、アヒル組に3ポイントゲット。さあ、伊藤津もここでポイントを取り、1回に1点差。さあ、さあ両チームともに進撃を出している。さあ、ここで伊藤津もポイントを取って2対2と並んでいる。さあ、アヒル組は1点リード、2対3、さらにポイントを重ねてくる。さあ、2対5と3点差がついているぞ。さあ、ここで両チームともにポイントを取る。さあ、点差縮まらず。さあ、いとわず、ここなんとしても取りたいところ。アヒル組に1試合目いきなり勝てれば、これは結構いいスタートになるんじゃないでしょうか。さあ、果たしてどのような展開になるのか。現在、5対10と5点リード、ブルーサイド、アヒル組。さあ、ここで一気にポイントを取ったレッドサイド。さあ、いとわず3点差まで詰めているぞ。3点差。さあ、残りが20秒になりました。さあ、9対13で4点差。さらにポイントを取っているアヒル組、ブルーサイド。さあ、5点差、いとわずが必死に追いかける。さあ、4点差、まだいけるか、いとわず。さあ、ここでポイントを重ねるブルーサイド、アヒル組、18ポイント終了。12対18でこの勝負、ブルーサイド、アヒル組の勝利です。おめでとうございます。大丈夫ですか。じゃあ、はい、レッドサイド、ガイン VS ブルーサイド、花より先の試合を始めます。両チームともにレイ、お願いします。はい、ではただいまで30秒で開始です。よし、はい、それでは試合の方を始めます。頑張れ。はい、レッドサイド、ガイン VS ブルーサイド、花より先の試合です。いきます、カードファイト。さあ、さあ、まず1ポイントずつ負けました、ブルーサイド、花より先。花より先、シールドプレイヤーが2人いますね。
後に取り返したいところは40秒以上経過しますので、ここに半分を切っております。さあ、9対1と並んでいる。ここでポイントを取るのはどちらでしょうか。残り30秒。さあ、ここで取ったのがレッドサイド。しかしグレーサイドはすかさず取り返して、やはり並んでいる。11対11。さあ、なかなか連続リードできないか。残り時間が20秒切った。さあ、ここでポイントを取ったのがグレーサイド。楽しかった。ここで2点リード。さあ、このリードはでかいぞ。さあ、12対14と2点リード。残り時間が10秒。まだいけるぞ、レッドサイド。ハトミー、3点差取れるか。3点差、13対16。ではレッドサイド、モンモーガールズ VS ブルーサイド中央市の試合を始めます。両チームともにレイ、よろしくお願いします。最後だったらレベル30分開始です。では試合の方を始めたいと思います。行きましょう。さあ、モンモーガールズ VS 中央市の試合です。それでは行きます。ハローファイト。先に先制点取ったのはレッドサイド、モモガールズ。しかしブルーサイド、中央市のスタートが2点となりました。さあ、おお、なかなかいいですか。はい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 、いいですね。さあ、2対2と並んでいます。さあ、4対3と1点リード、レッドサイド、モモガールズ。さあ、モモガールズが1点リードのまま、さあ、ブルーサイド中央で取りに行くことができるんでしょうか。ではただいま、45秒と6対4と2点リード、モーガールズ。さあ、ポイントです。7対4と3点リード。さあ、4対4と並んでいった。4点リード。さらにポイントを広げてきましたが、ここでブルーサイド中央がポイントを取りに来た。8対5と3点差。さあ、ここから詰めたいところだが、さあ、2点差まで詰めていくぞ。9対7。さあ、ここからどうなっていくでしょうか。残り時間が20秒。中央に、シールドを、貼ってまいりました。中央陣。さあ、残り時間の間もなく10秒になりました。11対7。さあ、ここでさらにポイントを重ねてきた。レッドサイド、モモガールズ。さあ、最後にシールドを貼ってさらに守って、12対8の4点リード。ポイント重ねてきて終了。13対9でこの勝負、レッドサイド、モモガールズの勝利です。おめでとうございます。はい、それでは次の試合いきましょう。はい、では、リンゴちゃん、チームリンゴちゃん VS ブルーサイド、チームシャノシャに始めます。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それでは30分計測開始です。はい、それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。リンゴちゃん VS 後ろ、それではいきます。ハードファイト。さあさあさあ、まずはスピード1枚取って、わー、ブルーサイドの後ろの方には1人すごい固めのシールドいますね。2125。さあ、しかし先にポイントを取ったのはレッドサイド、リンゴちゃん。さあ、後ろのポイントを取ったのは1人しか並んでいる。さあ、かなり固めのシールドを張っております。いかにシールド早く割れるかがポイントですからね。ただシールドはさっきも言いましたけども、1人につき1試合3枚までしか使えません。その割にちょっと後ろ一気に使いすぎ感がありますね。このシールドはもう今出てるので最後ですからね。これ割られてしまったらもうこの先シールドないですよ。さあ、シールドがなくなってからはしっかり足を動かして、ね、攻撃して避けていかないと守れなくなってしまいます。さあ、2対1と1点リードしているリンゴ。さあ、リンゴちゃんがポイント取って残り20秒。後ろが、ね、せっかく、ね、いいチールド出してたんですけども、その間にポイントもなかなか取れませんでした。3対2と1点差、残り時間が10秒、まだいけるぞ。さあ、ここでポイントを取った。4対2と2点リード、レッドサイド、リンゴちゃん。さあ、ブルーサイド取りにいけるか。さあ、いけるか。残り1点差、終了。4対3でこの勝負、レッドサイド、リンゴちゃんの勝利です。おめでとうございます。はい、レッドサイド小籠包バーサスブルーサイド花より先の試合を始めます。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、じゃあ30秒で速開始です。終了です。さあ、全員エントリーできますね。それでは試合の方を始めたいと思います。いきます。
では行きましょう。ハードファイト。まあ、まず1ポイントを取りました。ゼータが早いですね。1対12、さらにポイントを重ねてきました。早見酒、相手がシールド出したらね、まずはシールド壊していきましょう。あれ、もしかしてここ持った。あー、それはもうしょうがない。1対16、今ラバニカに20秒。まさかね、試合中に自分でこうやって持ってここのロックボタンを押して画面を押し込むにしちゃうっていう。はい、さあ1対20のさらにポイントを取ってきました。ブルーサイド、早い酒、22ポイント目。さあ残り、また終了。2対25でこの勝負、ブルーサイド、早い酒の勝利です。おめでとうございます。あのね、これにボタンあるから、無駄に触らないように、画面落ちちゃうから、それは。はい、では、レッドサイド、イトワーズ VS ブルーサイド、楽しやすの試合を始めます。両チームともにね、お願いします。3歳で30秒計測開始です。よいしょ。はい、ありがとうございます。それでは試合の方始めたいと思います。行きましょう。さあ、イトワーズ VS 楽しやす、それでは行きます。ハードファイト。さあ、まずは1枚シールド展開していきます。楽しやす、さあ奥でシールド出してきます。さあ、先にポイント取ったら、ブルーサイド楽しやす。さあ、ステータスは全員振り方一緒ですね。3331が決めるの、2341が1人。さあ、先にポイントを取ってきている、ブルーサイド、楽しやす。さあ、一気にポイントを取ってる、0対4。4点リード。さあ、レッドサイド、イトワーズもここでポイントを取った。さあ、イトワーズが残り2点差。さあ、いけるか、イトワーズ。さあ、ここで、守っている。さあ、この間に取りに行きたいところだが、いかず取れるか。残り40秒半の結果、1点差4対5。さあ1点差取れるのか、いかず。さあ、いかずが取るか。ブルーサイドのダモシが戻ってきます。さあ、ここで並んだ。6対6。さあ、6対6、ここからリードしたのがいかず。それでは試合の方を始めていきます。行きましょう。さあ、モーモーガールズ VS ガイ、行きます。ハローファイト。さあ、シールドを出していきましょうか。レッドサイドガインは全員シールドで取れてるんですね。対してブルーサイド、モーモーガールズはオール3331。さあ、先に取ってきたのはブルーサイド、モーモーガールズ、1点リード。さあ、ラインはね、相手1のシールドですからね、すぐ割れますからね、まずしっかり攻撃を当てていきましょう。シールドをしっかり割りましょうね。さあ、0対2、0対2と、2点リードしております、ブルーサイド。やっぱり、あれかな、こう、女子大生は若いし、汗とかかきたくないのかな。わりかしその場から動かないよね。さあ、残り20秒。さあ、1点差まで詰めてきましたよ。2対3と1点差。ブルーサイドは
さあ1点リード、さあラインが取ってる、さあ3対3並んだ、さあここでブルサイドのモーモーガールズが取る、3対4 1点リード、終了、3対4でこの勝負、ブルサイドモーモーガールズの勝利です、おめでとうございます。はい、ではレッドサイドチーム石尾 VS ブルーサイドアヒル組の試合を始めます、両チームともにでお願いします。最初では30秒計測開始します。それでは試合を始めたいと思います、いきます、はい、頑張っていきます、波動ファイト、さあ後ろバーサスアヒル組対しと同時にまずアヒル組は1点、後ろ頑張って、アヒル組めちゃくちゃ強いから頑張って動かないとマジですごい取られるよ、点数と C の使って C の使って、そして頑張ってその強靭な足腰で避けてシャロンシャクネ、さあ0対50対5、ブルーサイドアヒル組はさあポイント取ってる、さあ残り時間が間もなく40秒、半分経過というところでアヒル組は現在9ポイント、さあさらにポイント取って10ポイント、さあレッドサイド後ろ1点取った後ろ、さあ1対17、残り時間が20秒になりました、1対20とアヒル組さんにポイント取ってくる、21ポイント目22ポイント目と、さあバカスカとポイント取っているぞ、さあ残り時間が10分だった、さあ後ろもう1ポイント取れるか、さあ27ポイント目アヒル、ではこれまさか30ポイントいくか、アヒル終了、2対29でこの勝負ブルサイドアヒル組の勝利です、おめでとうございます。はい、はい、小籠包バーサス中央市の試合を始めます、両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それでは最初に続開始です、始めたいと思います、それでは行きましょう、小籠包バーサス中央市、さあ行きますよ、サドンファイト、まだシールが2枚です、対してレッドサイドはあの小籠包の男子はなんかほんとかわいいね、すごいキャーキャーしてる、あんな奇抜な頭してるのに全員腰引けてるしね、さあ1対3とポイント取ってきたレッドサイド、さあ向こうの方でガラポンでねカラ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 とねいっぱい当たりが出てますよ、さあこっちもね頑張ってね球上げてポイントもらっていきましょう、現在2対4と、さあポイント4対5 1点で増えてきた、さあいけるのか小籠包、さあ腰が引けた状態で頑張ってやっている、5対6の1点差、さあ当たっても痛くないから横向かないよ、5対6 1点差、さあ前に出てきて横に向いてしたら、ああもう6対7 1点差、さあ取ってきたのがブルーサイド終了、7対9でこの勝負ブルーサイド中央陣の勝利です、おめでとうございます。はい、ではレッドサイドハトミバーサスブルーサイドリンゴちゃんの試合を始めます、両チームともにねお願いします、はい、それでは30秒計測開始です、大丈夫かな、では試合始めます、きます、さあリンゴちゃんバーサスハトミ、さあ行きましょう、ハトファイト、さあハトがリンゴを食うのか、リンゴがハトを食うのか、さあまあまあまあ先制点はねレッドサイド、あ、ブルーサイドリンゴちゃんの岡田くん1152っていう1個振り忘れてる、あ
まあ、7点リード。もうでも1点取るまで早かったですね、今回ね、リコちゃん。さあ、12対1。さあ、頑張ってください、プロデューサーが。さあ、このステータスが出るたびに、岡田君のステータスがもう悲しい。悲しい。さあ、16対2、さらにポイントを重ねているブルーサイドハートムリー。さあ、リンゴちゃんちょっとのポイントに行けるのか、残り時間が20切った。現在19対2、さらにポイントを重ねてきました。ブルーレッドサイドハートムリー21対2と、さあ、点差は20点を超えてきたぞ、21点差。さあ、残り時間が10秒切ってる、ブルーサイド。さあ、いけるか。終了。レッサイのハトグミの勝利です。おめでとうございます。モンゴーガーのディバーザーズ花入先の試合の試合を開始します。両チームともにね、お願いします。はい、ということで39曲開始です。頑張れ花めっちゃ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 花さあ、それでは全員エントリー完了しますね。それでは試合始めたいと思います。行きましょう。さあ、花入先バーザーズモンゴーガーズ、いきます。さあ、どうぞ。さあ、でも花入さんの動きがいいですよ。しゃがみがいいですね。いい感じ、いい感じ。さあ、レッツタイのフォームガールも頑張ってください。花入先はただいま6ポイント取っております。走りが張って、さあ、ここで4枚使ってしまった。いやー、もう花より先の容赦ない実習、殺しては一回に殺して、あー取ってますよ。さあ、15ポイント目ゲット。残り40秒、半分経過、1対15現在。さあ、その上でね、花より先はね、やはりシールドもね、ナッツさん振ってますからね、ハンドシールド振ってます。さあ、残り間もなく20秒になりました。現在1対20と花咲がタイミングポイントを取っております。さあ、桃が頑張って、さあ、残りが20、さあ、残り10秒、1対22。さあ、残りの秒、桃がポイント取れるか。終了。1対22でこの勝負、ブルーサイドハネルさんの勝利です。おめでとうございます。すげえすげえって言って。はい、それではレッツサイド伊藤津 VS ブルーサイドチーム牛尾の試合を始めたいと思います。両チームともにでお願いします。はい、それでは36分開始です。はい、お願いします。さあ、全員エントリー完了しますね。それでは試合始めたいと思います。いきます。さあ、伊藤津 VS 牛尾です。さあ、では行きましょう。ハロー、ファイター。おっと、いきなり4枚2つ。さあ、ドアからまずは3ポイント、4ポイントとポイントを取ってきていまして、さあ、ブルーサイド一応は割とでもやっぱりあれですね、中大生それでもみんな攻め気のステータスですね。あんまりシードルーム取らない一応も今回全員3-3-3-1。さあ、果たして、さあ、現在2点。今のところアドプレイヤー相手に一番ポイントを取ったのは3点でしたので、まあ、3点を上に行くことができるのか。残り40秒、半分経過、9対2の7点差。さあ、ここでポイントさらに取ってきました伊藤アズ。伊藤アズの方も今回はシールドでいきます。チャンスが2-3-4-1、それ以外の2人、福田さんと中田さんは3-3-3-1でしたね。さあ、伊藤アズのさらにポイントを重ねてきました。まあ、試合は15-3。さあ、残り試合が20秒になりました。17-3と、ああ4点取った、4点取りましたよ、ブルーサイド。さあ、牛を頑張って、残り10秒。さあ、残り5秒、22対4、23点。さあ、22点取られてしまった。おお、取った、5点。終了。25対5でこの勝負は、ね、熱帯魚伊藤君の勝利です。おめでとうございます。
では小籠包 VS モンゴーガールズの試合を始めます。両チームともにレイお願いします。はい、それでは最初にご開始です。ではスタートしたいと思います。行きましょう。行きます。ハロー、ファイト。さあ、モンゴーガールズ VS 小籠包。レッドサイドが小籠包ですね。ブルーサイドがモンゴーガールズ。さあ、両チームともにシールドを出してきてます。さあ、小籠包の方はシールドプレイヤーになりますね。3と2のシールド。さあ、果たしてどちらが勝利するでしょうか。ウルサイドね、ボンボンがあるけど、さあね、絶対負けられないって言ってましたけども、さあ、現在2点リードしてます。ウルサイド、ボンボンがあるで、さあ、レッドサイド、小籠包、今のポイントが取れていない。さあ、取れるか。シールドね、出てはいるんですけれども、シールド出てるから使って、シールドにかぶって、1対3と2点リード。さあ、ここでポイントを取ってきた小籠包、並んだぞ。3対3、はい、残り時間も30秒。さあ、ここでリードしたのがブルーサイド、モンゴーガールズ。しかし小籠包もポイントを取ってくる。4対4と並んでいるぞ。さあ、これもリードを取った。残り時間が20秒。4対5と1点リードしました、ブルーサイド、モンゴーガールズ。さあ、さらにポイントを重ねて2点リード。この20秒が残り10秒、1点取れてきてくるぞ。小籠包5対6。さあ、5対6の1点差。さあ、ここでポイントを取ってるな。モンゴーガールズ終了。5対9でこの勝負、ブルーサイド、モンゴーガールズの勝利です。おめでとうございます。あ、はい、ではリンゴちゃん VS 楽しいやつの試合を始めます。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それでは最後に結果開始です。はい、それではレイトとの試合を始めたいと思います。行きましょう。さあ、リンゴちゃん VS 楽しいやつの試合です。それでは行きます。ハロー、ファイト。さあ、まだ2点取ってまいりました。楽しかった、楽しかった。全員高さんですね。さあ、レッドサイド、あーおっと、ピッとなって、ピッと鳴ってる。鳴らされてるのは、リンゴちゃんですね。さあ、手狙いに気をつけて。さあ、結構難しいステータスがね、2人いましたね。リンゴちゃんの方に4411、3511というチャージ1は結構大変ですよ。しっかりね、相手の攻撃避けて溜めていかないと。ただでかいね、大きな球ですからね、打てれば相手は寄せると結構大変ですから。さあ、ポイント取りに行くことができるのでしょうか。現在1対19と楽しいわけが。さあ、ここで20ポイントに取って2対20、点差は18点。さあ、ピンとなっている。さあ、動くたびに鳴らされているのは、これはヤギッチだね、ヤギッチ。さあ、残り20秒、2対25とさらにポイントを重ねてきて26ポイントに取って楽しいわけ。さあ、このシャツ30ポイント台、1アウトが27ポイント、残り10秒。さあ、29点までいった。さあ、このシャツ、これはいくのか、30ポイント。さあ、いくと30点台、終了。3対31でこの勝負、ブルーサイド、楽しいやつの勝利です。おめでとうございます。ライン VS 中央寺の試合を始めます。両チームともにレイ。お願いします。はい、それでは30秒計測を開始します。はい、それでは試合を始めたいと思います。行きましょう。行きます。ハロー、ファイト。さあさあさあ、ラインバーサス中央陣、中央陣ちょっと飽きてないで応援したりね。それぞれ疲れたなって感じだけど、応援しよう。はい、まず先にポイントを取ってきたのはブルーサイド中央陣。さらにポイントを取ってきました。さあ、1対2と1点差。さらにポイントを取って2点リード、ブルーサイド中央陣。さあ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 、そうですね、赤がね、シールド振ってるのにシールドね、全然使ってないですからね。シールドもっと使ってみましょう。レッドサイド、ガイシールド、そう、いい感じよ。さあ、ガイシールド、シールド、シールド、そう、いい
いよいいよ。あれ出た今。出てなかった。こっちだ。はい、残り20秒。3対6、4点リード。そう、でも3点差ですよ。さあ、いけるのか、絶対のライン。残り時間が10秒になりました。4対8。さあ、2点、あ、4点差のまま。さあ、いけるか。終了。4対9でこの勝負、ブルーサイド、中央市の勝利です。おめでとうございます。鳩組 VS アヒルさん、アヒル組だ、間違えました。鳩さん VS アヒルさんの試合始めます。幼稚園ともにね、あー幼稚園みたいだね。はい、では30分計測スタートです。鳩組さん VS アヒル組さん。はい、では大丈夫かな、いきまーす。さあ、アヒル組さん VS 鳩組さんの試合です。それではいきましょう。ハロー、バイバイ。結構うまい両チームの対決ですからね。中大生もね、ぜひね、これ見てください。結構面白い試合ですよ。さあ、1対1と点差並んでる。さあ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 、15が張ってきている。さあ、2点ポイントリードしてきたのがレッドサイドの鳩組。さあ、鳩組がポイントを取れていない。やはり、アヒル組蹴りがないのがちょっと原因でしょうか。いつもちょっとね、いやー、切るか、ここから。さあ、残り40秒、半分経過。さあ、鳩組がね、ハッサンのやはり1、3のこの過去のシールドメーカーでね、苦戦しているようですね。さあ、6対3、6対3、3点差。さあ、アヒルが取った、2点差。さあ、ここでハトが取る。3点差、残り時間が20秒。ハト、このまま逃げ切るのか。8対4で4点差。さあ、アヒルが攻めていく。さあ、3点差。さあ、いけるか、アヒル。残り時間が10秒。9対6の3点差。まだいけるか、アヒル。さあ、ハト逃げ切るか。アヒル取れないか、これは。10対7、終了。10対7で、この勝負、ブルー。失礼しました。10対7で、この勝負、レッドサイド。はい、では小籠包 VS 第2の試合を始めます。両チームともにレイ、はい、お願いします。はい、それでは30秒計測開始です。はい、それでは30秒計測終了です。全員エントリー揃っているので試合を始めたいと思います。行きましょう。さあ、第2と小籠包、マジオバイト。さあ、ブルーサイドガインの方が2なのか。ガインはシールドに2と3ターン。対して、小籠包の方は1人だけ2人ですからね。さあ、1対0、1対0、1点リードしているのはレッドサイド、小籠包。さらにポイントを取ってきた。ここの下、小籠包の腰がちょっと前に出てきてきます。ちょっとだけ、ちょっと、あ、いや、このね、引いてんな。さあ、2対0、2対0。さあ、1点取ってきたブルーサイド、ライン。さあ、果たして、ここからどれだけ使ったのでしょうか。現在の点数2点、2対2と並んでいる。さあ、ここからリードしてくるのはどちらか。リードしたのはレッドサイド。さあ、残り時間が20秒切った。現在3対2と1点リードしている。チームリンゴちゃんの試合を始めます。両チームともにレイ、お願いします。はい、それでは30分計測開始です。では全員エントリーも完了しているので試合を始めたいと思います。行きましょう。はい、では行きますよ。ハローファイト。
して2回目と並んでいる。じゃあこれいいんじゃないですか。うわ、うまい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 。あのね、りんごちゃんはね、中大生の中で一番足をね、しっかり使ってるチームですね。さあ、いけるか。これもしかして、もしかしてがあるか。7対3と、さあ、4点差。さあ、残り時間50秒。さあ、いかずが安定してポイントを取ってくる。さあ、りんごちゃん、頑張ってください。スタジオの出だしかなり良かったですからね。可能性はまだあるよ。残り40秒、半分経過。12対3。さあ、スケートさん見てみると、ほぼ一緒ですね。さあ、5点で取ってきたぞ。残り30秒。りんごちゃん、行くか、もしかして。さあ、残り10点差もあるが、まだまだ行けるぞ、この時間ならば。残り時間が20秒。さあ、行けるか、まだ行けるぞ。さあ、17対6。さあ、残り時間が10秒切った。伊藤さん、ポイントを取ってきました。さあ、伊藤さん20点台に突入。さあ、残りわずか、終了。23対7でこの勝負、絶対の伊藤さんの勝利です。おめでとうございます。はい、中央寺 VS 花より先の試合を開始します。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それでは30分計測開始です。中央寺 VS 花より先の試合を開始します。いきます。さあ、第2ラップ最終試合です。波動ファイト。もうシールドファンが張ってきた。中央寺が全員ファンが返し、対して花咲はやっぱり白田がファンのシールドですね。さあ、深井さんと2点差、花咲もポイントを取って人がいるが、さあ、残りが50秒で残り2回の3点差。さあ、中央寺なかなかいい試合じゃないですか、これは。さあ、頑張ってください。2対6。残り40秒、半分経過。さあ、3対9と、さあ、ポイントを取ってきております。グレーサイド、花より先、残り30秒、3対12。3対13と、さあ、花先はポイントを取っているぞ。さあ、レッドサイド、中央寺、いけるのか、残り20秒。さあ、4点目取ったぞ、中央寺。さあ、残り15秒、4対19の15点差、15点リード、さらにポイントを重ねてきました。グレーサイド、花より先、21ポイント目。さあ、残り10秒切っております。4対24、20点リード、ブルーサイド、花より先、終了。4対26でこの勝負、ブルーサイド、花より先の勝利です。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。ハト組 VS チーム後ろの試合を開始します。両チームともにレイ、よろしくお願いします。はい、それでは継続開始です。それでは試合の方を始めたいと思います。行きましょう。牛尾バーサス鳩組、行きます。波動のファイト。さあ、まずシールドを持って1点取ったレッドサイド鳩組。あれはね、中年って結構みんな3対3位だね。多い多い。さあ、ここでポイントを重ねてきました。さあ、当然やはり強いですね。10点目。さあ、今度は0ポイント、後ろ。さあ、頑張ってポイントを取っていきたいところ。さあ、ここで後ろがポイントを取りましたよ。14対1。さあ、残り時間が40秒、半分経過、16対1。さあ、レッドサイド後組がポイントを連続で取っております。18対2。さあ、残り時間が30秒、19対2と。さあ、ブルーサイド後ろ1点でも取りたいところ。残り時間が間もなく20秒になりました。さあ、22対3。ここでポイントを取ってきたハト組、20点差をつけてきてますよ。25対4。さあ、さらにポイントを重ねてくる。さあ、これは30点台に行くのか。レッドサイドハト組28点。さあ、あと1点で30点差、行った。30点、終了。31対4でこの勝負、レッドサイドハト組が勝利です。おめでとうございます。
勝。はい、では、ハムシャツ VS アヒル組の試合を開始します。よちゅうともにレイ、ありがとうございます。はい、では30分ぶっ返しです。さあ、全員揃ってますね。試合の方を開始したいと思います。それでは行きましょう。サノシアス VS アヒル組の試合です。波動ファイト。まず一気にシールドラッシュがレッドサイド、サノシアス今度は前傾を打った。今はシールドラッシュでした。シールドラッシュ張ってきましたが、サノシアス全員パスの感じですね。今のところは全員シールドラは打っておりません。さあ、2対4と3対4、1点差。さあ、4対4、並んでいるぞ。並んでいる。ここでリードしたのはアヒルに。さあ、サノシャツも取ってくる。5対6、1点差、1点差。さあ、残り時間はまもなく40秒、半分経過。5対9の4点差。さあ、サノシャツ、いけるか。5対9。まだ時間的には全然いきますよ。7対10と。さあ、一気にポイントを取って点差を縮めてきた。8対12、4点差、いけるのか。楽しいやつ、残り時間が20秒になりました。さあ、9対14の5点差。さあ、ここでシールドを張った。さあ、アヒル君もシールドを張って攻撃してくる。9対15。さあ、10対15の5点差。さあ、ポイントを取ってくるアヒル君。終了。12対18でこの勝負、ブルーサイド、アヒル組の勝利です。おめでとうございます。はい、それでは続きまして次の試合に行きましょう。次の試合、第13試合、レッドサイド、ハト組バーサス、ドアズの試合ですね。両チームともにね、お願いします。はい、皆さん、ちょっと開始です。はい、全30分終了です。さあ、全員エントリーできてますね。それでは試合始めたいと思います。行きましょう。応援しよう、お父さん応援しよう。ハローファイト。さあ、どっちもシールド張ってますね。さあ、どっちもシールドプレイヤーが一人ずついますよ。プラスで、シャー君が2のシールドですね。ハトさんが5のシールド、チャロスが1、14。さあ、2対2と点数は並んでいる。ここでポイントを取ってきた、1ワーク。さあ、ハト君もポイントを取る。さあ、ハト君ここで返した、3対4。さあ、2点リード、連続で取ってきたぞ。さあ、ピッと鳴っている。さあ、攻めないように気をつけて。3対5、3対5。さあ、ここでポイントを取ってきたハグミ。さあ、伊藤さんも必死で抜ける。4対6。さあ、残り30秒、2点差。さあ、1点差で詰めた。伊藤さんいけるか。さあ、7番を抑えまして、残り時間が20秒で。さあ、
ポイントと。あ、しかし2対5と3点差。さあこれはまだ分からないぞ。残り差が50秒、30秒経過。2対7と早速シールドを外した牛尾。いや牛尾のシールドを割られてしまいました。さあ玉下のシールドを外しますが、今回全員シールドはステータス1ですね。さあ落ち着いて、まずはシールドを壊していきましょう。さあ3対12と9点リード。グルサイを楽しんで、さらにポイントを取っていくか。10点リード。さあ牛尾1点でもっこりに行きたいところ。残り時間がまもなく20秒になりました。3対14、さらにポイントを取りに行きました。グルサイド楽しやす。さあ3対19、さあこれは20点台に行くのか。4対19、さらにポイントを取った。4対20、さあいけるか楽しやす。6対21でこの勝負、ブルーサイド楽しやすの勝利です。おめでとうございます。リンゴちゃん VS アヒル組の試合を始めます。両チームともにレイ、お会いします。はい、それでは参加お開始です。それでは試合を始めたいと思います。行きましょう。予選最終試合です。リンゴちゃん VS アヒル組、ハローファイト。さあ先生に持ったアヒル組、そしてシールドを貼っていきました。最後にポイントを取って、さあリンゴちゃんの、さあなるほど、リーダーに落ち5人返し3段返し。さあここでピッとプレーが鳴っております。さあラインで変形してみましょう。1対9と8点リード。ブルーサイドアヒル組にポイントを貼っていきます。さあここで10点差がつきました。さあ秀組がポイントを立て続けに取っている。残り時間は間もなく40秒、半分経過というところで、すでに16ポイント取っておりますよ秀組。さあ残り時間が間もなく30秒、1対19。さあポイントを重ねてきた秀組、21ポイント目。さあレッドサイドポイント1点のも取りたいところ、リンゴちゃん残り20秒。さあ足踏みが27点目。さあこれは30点目でいくのか。残り時間が10秒、2対28。さあ足踏みが29点。さあここで30点目に突入して終了。4対32でこの勝負、ブルーサイド足踏みの勝利です。おめでとうございます。はい、ではアヒル組対モモガールズの準決勝を始めたいと思います。両チームともにレイ、お願いします。はい、それでは30秒計測開始です。お願いします。それでは試合の方を始めたいと思います。アヒル組VSモモガールズの準決勝1本目です。いきます。はい、では行きましょう。ハローファイト。シールドが発生してますね。さあモモガラスは全員3対31、対してアヒル組は1対4に5対1日1を3人という、5対1ってすごいですね。はい、どうやら、ね、試合前にね、シャークが出作ったと言われているステータスガチャがあるらしいんですが、このアプリでガチャをして決めたらしいので、もう3人のステータスは。さあなるほど、なかなか珍しいステータスですが、やはりうまい5対1と6点リードしております。レッサイドアヒル組、さあブルーサイドモモガールズ1点を取っているが、スタッフにまだ少ないか。さあここでやはり2球がねすごいですね。11対1とさあポイント取ってきております。さあ13対1、さあさらにリードを抱え込んだアヒル組、残り時間が20秒だった。さあモモガールズ1点が先に行くのがなかなか伸びない。さあ15対1、さらにポイントを取ってくれるレッツサイドは12。さあ残りがまもなく5秒になったら18対1、12。さあ20点台いくか。19点目。さあ21点目終了。21対1でこの勝負、
1本目は熱帯ラキル組が勝利です。おめでとうございます。さあ、では全員エントリー完了するのでこの試合始めたいと思います。それでは行きましょう。では行きます。波動ファイト。さあ、ラキル組は1つ、モンゴルが2本目。さあ、アキル組が複雑な1番さんさん、キュッさんの4番のうち対してモンゴルがやはり全員カーサーさんですね。さあ、すごい大量にシールド張ってますからね。まずシールド割っていきましょう、モンゴルで。さあ、頑張って。さあ、大量のシールド張ってますよ。さあ、頑張って。まずはシールド割ろう、シールド。1点差、1点差、1点差。
花より酒は奪い取ってくださいレッドサイドはマンマーガールズブルーサイドは花より酒はい、それでは花より酒バーガーズモーモーガールズの3位決定戦始めたいと思います両チームともにレイお願いしますはい、それではこれで30秒決着開始ですそれでは試合の方を開始したいと思います行きましょう花より酒バーガーズモーモーガールズの3位決定戦ですそれでは行きますハローシールドを買ってきましたよ、モノガールズでさあ、まずは1ポイント取ってまいりましたさあ、0対2とさあ、シールドをね、しっかり貼っていきたいモノガールズあっと、ごめん、シールドをちょっと貼れなかったですね、今さあ、頑張ってさあ、貼れました0対3とさあ、貼られる先がポイントを取っているさあ、残り時間50秒、30秒経過さあ、ここでシールドを貼ってきたが、あっと貼る瞬間に割られてしまいましたね。さあ、1人がね、2224と4のシールドですね。対して花より酒も123ので、ラッキーさんがね、4のシールドを貼ってしまいます。さあ、なかなか点数が取れないか、0対11。さあ、残り時間が20秒になりました。さあ、点数の方が15ポイント花より酒が取っていますが、モーモーガールズが未だにポイントが0のままさあ、取りに行けるのか1点でも取っていきたいところさあ、出して終了0対21でこの勝負まず1本目はブルーサイド花より酒の勝利ですおめでとうございます、ね、それでは2本目開始したいと思います行きましょうサモモガールズバーサス花より酒の2本目で3位決定戦いきますハローファイカーさあ、いきなり点数取ってきました実際は花より酒さあ、レッドサイドモモガールズがおっと、シールドの春作戦は今回はなしで全員3-3されてきましたねさあ、0対5、5点リードしていますブルーサイド花より酒、さらにポイントを取られましたさあ、レッドサイド、モーガールズ、先ほどは、ね、1点、これ、なんか、つまり取っていきたいところ、じゃあまずは1点、1対6、5点差、さあ、花より酒がポイントを重ねてくる、さあ、中大生、応援の声が小さいぞ、応援をしてやってあげてくれ、さあ、1対11、さあ、モーガールズに全員が集まってます、頑張って、さあ、伊藤さん、どうぞ。
最後アキルミ。さあアキルがさらにポイントを取ってきましたよ。残り時間が30秒8対がここで9点目線を取ってまいりました。9対4。さあ6点差つけられている。ここから8対するかいきます。残り時間が20秒。10対4、6点差です。さあここで信用を張ってはいるんですが、さあ流れていくが伸びないか。伊藤は12対5、7点差。さあ残り時間がわずか12対7。終了。最後にさらにポイントを重ねてまいりました。アヒル組13対7で、まず1本目はアヒル組の勝利です。おめでとうございます。それでは2本目いきたいと思います。いきましょう。さあアヒルと糸和津の2本目です。アドオンファイト。さあ2枚終了発揮してさあ壊されてここで取られてしまいました。さあ今回アヒルの方にはシールドプレイがありません。4231、4231、糸和津はさあ4対4と並んでいる。さあ糸和津が1点リード4対5。さあ行けという声が周りから飛んでいる。さあ糸和津行くことができるのか。5対7の2点リード。残り時間が40秒。半分経過。さあ君が詰めてきた。いつもこうパネル渡してるじゃないですか。ごめんなさい、僕が今日家に忘れてきました。なのでごめんなさい、今日ちょっと簡易的に iPad でやります。後日送りますので。はい、ということでまず第3位、第3位、花より咲け。おめでとうございます。花より咲け第3位おめでとうございます。じゃあ、見事花より咲け第3位おめでとうございます。1万円贈呈いたします。おめでとうございます。こっちはねまだ使うのでちょっとこれ今西の直筆花より咲け、はい、裏組だっていうのは気にしないでください。アンケート、じゃあ今お気持ちを一言お願いします。悔しいです。シンプルに私たちの夏が終わりました。でも次のシーズンもやってくるから、ね、やってくるよ、これからも。ということなので次のシーズンも終わります。はい、はい、ありがとうございます。また次のシーズンも頑張ってください。ありがとうございます。はい、じゃあ次、続きまして2位、第2位、伊藤です。おめでとうございます。どうぞ直筆、伊藤今に直筆、はい、直筆。あ、かわいい。はい、じゃあどうぞ。はい、じゃあ今の気持ち一言お願いします。久我さんでいいですか。はい、シャープ1からですね僕らできて、僕ら
残念ながら4位だったんですけど、今日は久々の再戦で勝って、優勝がつくものを取ったので、まあ、よかったかなと思います。ありがとうございました。見事、おめでとうございます。ありがとうございます。1位、はい、アイルウィー。はい、じゃあ1位、おめでとうございます。1位なので、3万円贈呈いたします。おめでとうございます。はい、じゃあ写真撮りますよ。ぜひ今の気持ちと見てる米くんに一言お願いします。今回本当は4人メンバーで来るんですけども、まあ、今回1人来れなくて3人で来るんですけども、無事にそれ結果が取れました。ありがとうございました。死んでないから長野の山奥にいるだけだから。はい、見事優勝おめでとうございます。はい、アピールのみんなもちょっと気になるけど、来シーズンね、ショック、もう受験生だから勉強に専念するでしょ。勉強に専念するでしょ。してほしいから、俺らとしても。なるほど。それを、まあ、周りの大人がどれぐらい許すかっていうのもあるけど、親と交渉してください。ほら、果たしてどうなるか、また来シーズンもよろしくお願いします。おめでとうございます。